皆さんこんばんは。それではバイオハザードビレッジの続き、夫人に見つかって地下まで落とされたところです。逃げられると思った？バラバラに切り刻んでやる。かわいい我が子に会う前にね。ドミトレスクの城を荒らした罪を思い知るがよいわ。ここで夫人と鬼ごっこのようです。それでこんな変なマップになってたの。いくら私でも我慢の限界よ。しぶとい人間だ。いや、ちょっと夫人もお尻が邪魔で倒れないんだけど。何それ、新夫人のお尻。どうも夫人のお尻が大きすぎてすれ違うのが困難みたいですね。このマップの構造を利用してうまく回り込まないといけない。逃げられると、ドミトレスクの城を荒らした罪を思い切るがよいわ。そしてあくまで時間かかるので、また切り返さないと。クリア。で、あれ、鉄格子壊して先回りしてるよ。手間を取らせない。じゃあ、その壊してくれたところから出ていきますね。いくら逃げようとしたって無駄よ。よし。何がよしだ。おかしいでしょ。ここ無規制版だと右手が切り落とされるらしいですね。じゃあ薬かけると手が生えてくるんですかね。
何なんだよこの城は。中庭に戻ってきたようです。また亡者ですね。剣を使えばいいんじゃないかな。もう一体出てきました。背中に回り込んでるのでちょっと視線が酔いやすいです。ご注意ください。まだ声がするね。これはハエ女の制作過程の記録のようです。珍しく気づいてないね。このゲームでこういう不意打ちできるシーンはあんまりないからね。
声がすると思ったらそこにもいたのか。一緒に消えるんだよね。これがミニゲームで使う弾です。これ、楽譜通りに弾くパズル。なんですが、間違っても失敗扱いにならない上、やり直しにもならないので、適当にそのあたりで鍵盤を押してるだけでクリアできます。今作ではパズルで難儀させるつもりはあまりないようです。さっきのハエ女の資料の続きですね。いたいた、あいつの声か。背後に回れば簡単に勝てるね。
最後のアイテム見つけました。こうやって銃で落とさないといけないアイテムが高いところに隠れてる場合が多いです。今ので上にアイテムあることがあることに気づいたので中庭でも探してます。ありました。この鳥かごです。これで全アイテム回収完了で、マップが青くなりました。また亡者の声が聞こえますね。ディナーまで待てそうにないわ。ハエ女がまた邪魔しに来ました。一旦中庭に出てやり過ごそうと思ったんですが、待たせたわね。今度は夫人が出てきました。完全無敵なので、ひるみすらしません。さっさと終わらせるわよ。死んでこの私に詫びるがいいわ。弾がもったいないのでリスタートします。これはご無事で何より。どうでしたか？ローズはいなかった。それは
なんとも残念でしたな。まあこの城を出る頃にはまた道も開けましょう。何か必要なものはありますかな。サービスが増えましてね。さあどうぞ中へ。今後もごひいきに。ではこのミニゲームをやってみます。このゲームはこの城全体を動かして弾をゴールまで誘導するゲームです。難易度はだいぶ低く、一番最後のものだけちょっと苦戦しましたが、あとはすぐクリアできました。これでクリアです。この気持ち悪いアイテムは高く売れるので、報酬は実質お金です。3つ集めないといけません。やっぱりそうだね。お母様は言ったけど、美味しいじゃない。セリフも声も同じ気がする。使い回すか。やり過ごせたけど、出れなくなりました。他の子に先を越されたかと思ったわ。どうやって入ってきたんだ。閉じ込められてるので、ここで倒せないかも。どんな感じ。手榴弾も置いてあったし、そうよ、いいわ。
あの死狩りが台無しよ。私の体が何ないかな。それではキリがいいので今回はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。